皆さんこんにちは。伝説のアイドルグループキャンディーズの元メンバーの伊藤蘭さん、激白した実はいた息子の切ない最後や水谷豊との略奪婚の真相に一同驚愕。今日は伊藤蘭さんのことについて紹介します。まずは伊藤蘭さんの経歴とプロフィールから紹介します。伊藤蘭は日本の女優、ナレーター、歌手。1972年に NHK の歌番組歌謡グランドショーのマスコットガールのオーディションに田中佳子、藤村美貴と共に合格。この3人でグループを結成、キャンディーズと命名される。番組ではマスコットガール兼アシスタントとして活動。なおキャンディーズの名前の由来は NHK の当時のプロデューサーの食べてしまいたいくらい可愛いという思いから。1973年9月1日には田中佳子、藤村美貴と共にキャンディーズとして、あなたに夢中で歌手デビュー。当初はスーがリードボーカルを担当、ランは主にコーラスパートを担当していた。レコードデビュー前からバラエティ番組にレギュラー出演していたこともあり、キャンディーズの知名度はそれなりにあったものの、レコードセールスに反映されず伸び悩んでいた。そこで当時のマネージャー諸岡義明が、伊藤のファンがランに抱いている憧れのお姉さん的な魅力に着目、ランをセンターに立たせメインボーカルを取らせる提案をした。ランをイメージして作られた5曲目のシングル年下の男の子はヒット。念願だったオリコンのベスト10入りを果たした。以降ランがセンター1のリードボーカルを担当した人気歌手となり、歌番組の出演、新曲の打ち合わせやリハーサル、雑誌の取材や撮影などスケジュールが立て込み多忙となってからも、新春隠し芸大会、8時だよ、全員集合、見頃、食べ頃、笑い頃などのバラエティ番組に以前と変わらず出演、コントに挑戦するコミカルな一面も披露して幅広い層から人気を呼んだ。またメンバーの愛くるしい容姿や金星の取れたスタイルは女性ファンを引きつけ、髪型やメイクも注目された。特にランのヘアスタイルはランちゃんカットと呼ばれ流行した。伊藤蘭さんの夫は俳優の水谷豊さん。伊藤蘭さんの3歳年上です。水谷豊さんは元踊り時キャンディーズの大ファンだったのだそうで、週刊誌の表紙の撮影で初めて会うことになった時、一言も喋れなかったと供述しています。その後1982年テレビドラマアンちゃんで共演。伊藤蘭さんは水谷豊さんの妹役でした。そこで2人は意気投合し、熱愛の噂が流れます。でもこの頃は水谷豊さんは既婚者なのでした。伊藤蘭さんは水谷豊さんをいい人だなぁと思ったけれど、妻帯者だったから恋愛対象としては見られなかったと話しています。しかし、ミッキー・マッケンジーさんとの結婚生活は長くは続かず、1986年には離婚します。その後、事件記者チャボスで再共演。この時、水谷豊さんが伊藤蘭さんを相手役に指名したそうで、このことでまた熱愛と報じられます。でも、水谷豊さんの離婚後、実際に交際は始まります。マスコミは2人の親密さ、もう同棲までしているなどと書き立てていました。そして一緒に住まないか、これが水谷豊さんからのプロポーズでした。1989年ハワイで挙式。伊藤蘭さんはトヨさんと呼び、水谷豊さんはランちゃんさんと最初は呼んでいました。ランちゃんと呼ぶと呼び捨てにしているような気がするからと、すごく大ごとに思っているのですね。今はランさんと。伊藤蘭さんは結婚した翌年の1990年9月21日に娘の朱里さんを出産します。その朱里さんは4歳からバレエを始めます。そして小学5年の時、くるみ割り人形の主役を演じたことで本格的にバレリーナを目指します。16歳でイギリスにバレエで留学しますが、アキレス腱断裂などの大怪我をし、前のようには踊れないと医師に言われ帰国。その後試験を受け、高卒認定試験に合格して日本大学芸術学部に入学。
母の伊藤蘭さんと同じ大学です。それからはバレリーナの夢は断念したけれど表現したいとの気持ちがムクムクと湧き上がり、演技の面白さを知るのです。近年テレビドラマや映画の話題作にたびたび出演し、その確かな演技力で人気、知名度ともに急上昇している趣里さん。芸能界入りする前はバレリーナの卵で、15歳の時にイギリスのバレエスクールに留学するほどバレエ一色の生活を送っていました。ところがレッスン中にジャンプの着地に失敗して足を大怪我、バレリーナの夢は断念せざるを得なくなり、失意の日々を送ることに。演技という新しい世界に目覚めたのは、軽い気持ちで参加した演技学校のレッスンでした。2011年、趣里さんはオーディションに合格し、3年 B 組金八先生ファイナルで女優デビュー。金八先生に恋心を抱く。実年齢より5歳下の中学生役は鮮烈でしたね。金八のライバルの小学校教師の娘という武田鉄矢さんのコメントも秀逸です。2018年の主演映画生きてるだけで愛では日本アカデミー賞新人俳優賞ほか2つの主演女優賞に輝いた趣里さん。同作で初ヌードを披露したことで水谷豊さんを怒らせ、親子断絶のピンチも報じられました。母の伊藤蘭さんによると、演者としては父親父の気質で演技に対する思いが強く、とても努力家なのだそう。親の七光に頼らず自らの努力で道を切り開いてきたことからもわかるように、2世だから売れたと見られるのが嫌なようです。2023年に33歳を迎える趣里さんですが、まだ結婚はしていません。過去には俳優の恋人との反同性生活が明らかになったこともありました。その彼氏とは田島亮さんです。花盛りの君たちへやルキーズに出演していた俳優ですね。2人が熱愛中だった2013年4月、田島さんは寝坊で主演舞台に穴を開け、その責任を取って舞台を降板。芸能活動も当分の間自粛することに。水谷豊さんは愛娘の反同性生活をこの時に初めて知り、彼氏のプロ意識の低さに激怒したとのこと。田島さんは4年間の自粛期間を経て、2017年より田島亮名義で活動を再開しました。趣里さんの理想のタイプはリードしてくれる人、ユーモアのある人とのことで、素敵な男性が現れたら結婚も視野に入れるそう。脇目も振らずに女優一筋というわけではなく、結婚願望があることがうかがえます。2021年のレッドアイズ監視捜査班では長篠文香役を演じた趣里さん。2023年に71歳になる水谷豊さんが古希祝いとして叶えたい夢、それは娘との共演でした。ところが父から共演を打診されても、趣里さんは首を横に振るばかり。これも自分の実力で勝負したいという彼女の意志の表れなのでしょうか。偉大すぎる父との共演で2世女優のイメージが強くなるのを心配しているのかもしれません。幾度となくギクシャクぶりが報じられてきた親子ですが、趣里さんにとって父が表現者のお手本であるのも事実。仕事関係者には、小さい頃から俳優としての姿勢を見ていたこと、尊敬していること、いずれは共演したいことを打ち明けることもあるそうです。親子の信頼関係が伝わってくるエピソードですが、父の夢が実現するのはもう少し先になりそうですね。水谷豊さんの最初の妻はアメリカ人女性でした。お相手は熱中時代刑事編で共演したミッキー・マッケンジーさん。2人は1982年に結婚し、4年後に離婚しています。まことしやかに囁かれているのが、ミッキーさんとの間に男の子がいるという噂ですね。婚姻関係にあった当時、彼女が子供を身ごもったのは事実です。ですが不幸なことに流産してしまいました。ミッキーさんが1999年に出版した手記アイコンも私は熱中時代には、水谷豊さんとの結婚、妊娠、流産、離婚、さらにその後の人生が赤裸々に綴られています。ミッキーさんの妊娠はメディアも報じたそうですから、おそらくこのニュースが発端となって話に尾ひれがついた可能性がありますね。68歳になった伊藤蘭さん。
11月13日に自身の SNS を更新、大晦日に放送される第74回 NHK 紅白歌合戦に46年ぶりに出演することを明かしたインスタグラムに、こんばんは、今日は記者発表に行ってまいりました、まさかの46年ぶりの紅白歌合戦出場、こんなことってあるんですねと自身でも出場に驚きを隠せない様子、50周年の記念の年、忘れられない大晦日になりそうです、よろしくお願いしますと続け、黒のキャミソールワンピースに白レースのブラウスを着用したコーディネートを披露した。この投稿にファンからは、紅白出場のお知らせに目頭が熱くなりました、何を歌われるのか楽しみにしています、いつ見てもお若い、今年は絶対出場だと思ってましたなどの声が寄せられている。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。